はい、皆さんこんばんは。ただいまご住所様の方から、いろいろと現在までの経過あるいは今後のことについてお話をお伺いしたところでございます。本日をもってユースホステルの方は閉所となり、また明日から新たにユースハウスの方を会社となりまして、皆様方に憩いと安らぎの空間、くつろぎの時空をお届けすることに相なるかとも存じます。先ほどご案内いただきましたように、私ども岩見神楽土神楽社中でございます。弊社より皆様方には大変ご厚情を賜り、また本年度のこの本日大晦日ではございますけれども、岩見神楽をご披露できまする事、社中一同無常の光栄と存じ、厚く深く深く厚く御礼申し上げる次第でございます。マイク係が一生懸命マイクの調整で、私が喋る時だけをどうも音量を絞るようでございまして、お聞き苦しいことも多々あろうかとも存じますけれども、若干の間お時間を頂戴賜りたいと存じます。先ほどご住職様の方からお話ございましたが、遠方より、ご来場の皆様方におきましては、岩見神楽若干馴染みの薄いところもあるかとも承っております。従いまして多少お話をさせていただければと思います。岩見神楽と申しますのは、この島根県の郷土芸能でございまして、島根県の郷土芸能の中に神楽と名がつきますのは、沖の島にございます沖神楽、それから出雲地方の出雲神楽、俗に言う新郎神楽と申します。さらにはこの大田から西松田方面山口県境にかけてが、岩見地方の岩見神楽というふうに相なっております。この岩見神楽社中の団体というのは、おおむね100団体を優に超える団体がございます。別にプロフェッショナルで、これを職業といたしておるわけではございません。ここに、学人座っておりますけれども、めいめいそれぞれさまざまな職業を持って、日々、生活といたしております。岩見神楽、当然これは趣味とは申しましても、皆様の方の前で演じるときにはプロとして演じることと相なっておりますので、一生懸命努めます。なお3つの神楽が島根県あると申しましたが、岩見神楽につきまして申し上げますと、その歴史といいますと、文化文政義、要するに江戸時代ですね、1800年代の初期に、おおむねこれより上演いたしますような岩見神楽の形態が成り立っております。その後、明治に入りまして、明治7年の神職演舞禁止令という通達が出されました。これによって、それまでは岩見神楽というものはお宮において、奉納するという たたまえから、神職の皆様方が神楽を演じておられました。それが明治7年の神職演舞禁止令によりまして、ただいまのように、我々一般の庶民に神楽が移行となりました。で、明治10年代あるいは、昭和10年代、これにそれぞれ国学者の方によって岩見神楽が、構成あるいはセリフですね、口上、そういうものが、研鑽見直されました。で、昭和29年に、今まさにこうやって皆様方の前でご披露申し上げますような、皇帝岩見神楽台本とい全部を集約されました台本が発刊されました。それ以降、昭和29年より類々として、今これより述べますような工場をそのまま引き継いでおります。無論岩見神楽のその台本にございます演目には33演目記載してございますけれども、それは、古事記日本書紀、これを題材としておおむね構成されております。従いまして、すべてが、お宮ごと神さんごとで建てまつっております。幸いなことに、ここの場所で私どもが神楽をご披露申し上げますのは、数年前でしたかね、はい、演じておりますので、この場所で演じるのは2回目でございます。お寺で神楽を演じるということはほとんどございません、というより皆無に近いものです。お寺で神楽が演じられて楽しいな、嬉しいな、ありがたいな、喜んでもらいたいなという分を実感できまするのは真言宗だけでございます。ご本堂をご覧のように、こちらのご本堂も天神様が祀っていらっしゃいます。その横が薬師如来ですね。真言宗はすべからず神様をお祀りいただいております。うちの学人の中にも真言宗のお寺の息子もおります。住職ではございませんけれども、
仕上げ上がして新宮宗さんは私ども神楽を演じる者としては大変ありがたい宗派なんです、まあ、そういうことで石見神楽のことを若干申し上げましたが、そういう文化文政記あるいは、古事記日本書紀を題材として33演目の演目がございます。神楽数限りない演目で、通常ですね、お宮で演じるときにはそうですね、夜の9時頃から明け方の6時頃まで一昼夜を通して、33演目すべてを演じることはできませんけれども、ご披露申し上げております。私どもこうやって考えていますると、ご住職のおかげさまでお寺でこうやってにぎにぎしく大きな太鼓笛で、神楽を演じることは本当に嬉しいことでありがたいなと思わせていただきました。ましてや大晦日でございます。ユースホステル本当に長い間、皆様方に素晴らしい空間をお届けされたものと思います。そして明日から新たな空間ということになるわけでございます。私どもこうやって思いますと、近年大晦日の日に雪が降って路面が白くなったとかあまり覚えがないんです。歌の文句じゃございませんが、まさに鬼は外福は口じゃありませんけど、外は雪、中は神楽で年を越すと自分で今思いついて上手だなと思ってます。よかったら拍手をしてやってください。あまり長くやるとですね、後ろの方がうるさいんですよ。そろそろ終われと言って、今申し上げましたように、おおむね雑白のところで神楽がご理解いただけたかと思います。それでは本日の演目ですね、これよりこの常福寺さんの本堂に祀られていらっしゃいます天神様、菅原道真公の神楽天神記をまず最初にご披露申し上げます。それから、石見神楽の中で一番ポピュラーとされておりますのが、神の第十四代の御方は中愛天皇の遺族征伐神林でございます。まあ鬼の出る神楽で一番ポピュラーな神楽。それから、島根県は、三保の岬に祀られていらっしゃいます八重琴城主の神。これ出雲大社ご承知だと思いますけれども、出雲大社のご祭神が大国主の御事でございます。その第一子すなわち長男の神様にあたりますのが八重琴城主の御事と申します。通称恵比寿さん、家内安全無病息災、それから商売繁盛、さらには大量祈願といったような、神様として祀られていらっしゃいます天神神林。